出版されたのは加納官来が当時のフィリピン大統領をはじめフィリピンのキリスト教団体ローマ教皇らへ送った300通を超える英文での嘆願書の翻訳本です。 翻訳を担当した三島ふささんは生前の関雷と深い交流があった人物で日本語での原文が存在しない英文単元書の日本語訳を今から50年前関雷本人に直接確認する形で始めたといいますそして半世紀経った今年関雷の平和哲学の全容を把握できる初めての書物として出版されました一人でも多くの人に 読んでいただいて、平和への思いがもうつながっていく、そしてそれが次世代に繋がるっていうことを心から望んでおります。来月3日には出版を記念した講演会も開かれることになっています。